本日はピザダーノで丸ごとニンニクのミートピザを購入したので食べていきたいと思います。こちらですね、すごいですね。本当に丸ごとニンニクっていうだけあってもニンニクの感じが全然違いますね。段違いですね。丸々入ってますよ。本当にこれは食べ応えありそうですね。すごいですよ。もうなんか芋ぐらいな感じでニンニクですねこれ。ニンニクがゴロッと入ってますね。まあ、早速ちょっといただいちゃいたいと思いますけど、まあ、逃げちゃいましたね。ニンニクがもうニンニクの密度が違いますからね。もう本当にすごいですねこれも。こういうのもよく作りますね。いただきます。やっぱ美味しいですね。もうやっぱ肉がもう最高ですね。この肉とニンニクのもう辛み具合がもう絶妙でってところで、かつトマトベースってところでやっぱ違いますね。もうピザは、ピザってだけで美味しいんですけど、ニンニクがもう見てください、丸ごと入ってますからね。あ、ホクホクしてますねやっぱり。いや、こんだけ食べることもなかなかないですからね。まあ、火を通してるのはやっぱりヘルシーな感じがする。ヘルシーというかそのマイルドな感じなんですけど、それでもこの量なんでも攻撃力が高いですね。マイルドながらも違いますね。どんどんいっちゃいますよ。ピザ自体も美味しいですからねやっぱり。これはやっぱさ、すごいな。肉もやっぱりもうウインナーからベーコンからってところでまんべんないですからね。ちっちゃいハムも入ったりとかサラミも入ってて、本当にニートピザでそれだけでもいいんですけど、やっぱニンニクがゴロッと入ってるのはやっぱりもうすごいですね。肉もニンニクも主役です、どちらも。まあ、この感じはやっぱり肉が主役になってるんですけど、かといってやっぱりニンニクの肉の引き立て方がすごいですからね。すごい食べ応えありますよ。チーズもたまらないですからね、やっぱり。ベーコンとハムとってところで、本当に欲望を体現したようなピザですね。すごいですね。肉とピザ、肉だらけで。あとピザ本体もやっぱ普通に美味しいですからね。ベースになるピザもなかなか美味しい。トマト風のピザなんであれなんですよ。それに肉をこんだけ乗せて、ニンニクもですからね。これはちょっと欲張りすぎなピザなんですけど、だからこそ美味しいってとこですよね。一口サイズならないですからね、これ。食べちゃいますね。いや、この焼き加減も最高ですからね、ニンニクの。若干まあ、あれですね、半熟というとあれですけど、中にもちょっと芯があるというか絶妙な感じでるんで食べ応えもいいですね。生ってほどじゃないですけど、かつその完全に火が通ってないっていうか、その半生というとあれですけどね、そういう感じで美味しいですね。ミディアムって感じですかね、焼き具合としては。
半分も食べたら飽きるかなと思ったんですけど、全然いけますね。やっぱりそれだけ美味しいってことでしょうね。やっぱり肉とマッシュルームもいい仕事してますからね。うん、旨味がちゃんと出てて美味しいですね。うん、やっぱりこの密度は本当に最高のピザですね。いや、ここまでニンニク入ってるピザ初めて食べましたからね。本当に今までにないタイプですよ。このニンニクが丸ごと入ってるタイプですからね。大体スライスされて入ってますからね。それがもう丸ごとですから、やっぱりレベルが違いますからね。次元が違うと言っても過言ではないぐらいですね。うん、一口でいけるかと思ったらいけなかったですね。食べ応えもありますね。いや、本当にハーモニーを醸し出してますね。うん、ニンニクがもうすごいですよ。うん、初め芋かなと思ったら本当にニンニクですからね。漏れなくニンニクですからね。いや、このピザは贅沢すぎですね、やっぱり。ニンニク好きにはたまらないですよ、やっぱり。このもう悪く言うともうジャンクな感じがたまらないですね。かといって、まあ、ベースのピザが普通に上品ですからね。まあ、ピザの上品って何だって話なんですけど、普通に美味しいピザなんで、だからこそこのニンニクが生きてくるってことですよね。ちょっと落ちちゃいますよ、ポロポロと。うん、うん、食べ応えますね。これだけ美味しいんで、やっぱり味わって食べなきゃいけないですよね、やっぱり。さっきも一口でどんどんいっちゃってましたけど、うん、ちょっと小分けにしながら食べつつですね。いや、見てください、このニンニクの感じですね。いや、結構、うん、焼き加減も結構ムラがあると言うと失礼ですけど、ミディアムだったりウェルダンだったりしますね。うん、またこれも面白い個性があっていいですけどね。やっぱりミディアムの方が刺激が強いですよね、やっぱりニンニクのその刺激ですよね。まあ、どっちも美味しいからいいんですけどね、こだわりあればですね。うん、やっぱり満足感が違いますね、この。ニンニクを食べたって感じですからね。まあ、もちろん刺激は生のすりおろしでもすごいんですけど、焼いたら火を通したら火を通したでまた面白い味わいですからね、ニンニクは。
食感もやっぱり、普通に、まあ、玉ねぎ、食感は玉ねぎなんですけどね、やっぱり味がもうパンチが効いて、やっぱ格別ですね。本当に美味しいニンニクですね。ちょっと具が多すぎて食べづらいのがちょっとあれですけど、具が多すぎて食べづらいのが贅沢すぎる悩みですね。これはもう最後の1枚ですよ。もうあれだけあったのに1切れも全部食べちゃいましたよ。これはあんまり良くないですけど、まあ、それだけ美味しいですからね。いや、これはちょっとでかいから無理かな。どう食べようかってところですけど、ちょっと具を食べながらですかね。ちょっと負けるぐらいまで具食べないとなかなか食べづらいですからね。いや、これは幸せですね。箸で持てないですもん、なかなかですね。ちょっと美味しそうだな。先に食べちゃいます、ニンニク。やっぱ染み当たりますね、ニンニクは。ピザも美味しいですからな。落ちちゃった。美味しいですね。本当にピザはもう可能性がすごいですからね。やっぱりあれだけニンニク入れても美味しく食べられるっていうのもすごいですね。いや、美味しかったですね今日は。今日はこちらのピザダーノで丸ごとニンニクのミートピザをいただきました。美味しかったですね。ご視聴ありがとうございました。